いらっしゃいませ。ありがとうございました。お疲れ様です。鈴木です。今天神交通へお詫びしてきました。そうね、そうね、大変やなかった？ええ、まあなんとかなりました。いや助かったばい。本当のこと言うと俺、天神交通の社長さん苦手なんよね。そうでしたか。やけん鈴木さんが言ってくれて正直助かったばい。いえ、今回の一件は私の責任ですから当然のことです。鈴木さん相変わらずシリアスやね。粗言律儀に謝られるっと参るばい。ま、過ぎたことはしょうがないけん粗言落ち込まんどいて。本当に申し訳ありませんでした。それじゃ。ちょ待った。
今日給料日やろ。これからどげんね。ちょっと寄るところがあるんです。その後でよければ。ああ、仕送りんことね。いつも給料入ったらすぐに振り込んどったね。ええ、まあ。そういや、今まで聞いたことなかったばってん、地元に家族でも残してきとうと。いや、家族っていうわけでもないんですが、いろいろありまして。ま、あんま立ち入ったことは聞かんようにしとこ。俺は鈴木さんがもっと稼いでもっと幸せになってくれればそれでよかげん。お気遣いありがとうございます。だけんくさ、そげん仰々しい口に聞き方せんでよ。まあよかて、とりあえず給料日くらいはパーッと飲もうやんね。じゃあ俺は先に行っとけ。大瀬橋の上で落ち合いましょう。わかりました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
鈴木さん、待っとったばい。社長、お待たせしました。振り込みは無事済んだと？ええ。そうね。でもよかね、鈴木さんは。俺とか、今年で守るべき人間もおらんけ。金の使い道がなくて困るばい。社長、今も独身なんですか？いや、まあ、似たようなもんちゅうこったい。やけんくさ、今日は俺がパーッとおごっちゃうけん、思いっきり遊ぼうやないね。そうと決まったら俺についてきて、鈴木さんにこん町場堪能させちゃうけん。はい、お願いします。そりゃそうと流すには慣れたね。ええ、まあ困ったことになったらちゃんと相談せないけんよ。博多もんは情に熱いのがよかとこなんやけん。見ず知らずの俺を雇ってくれただけでも、社長には感謝の言葉もありません。雇ってくれたなんてそげん。そもそもスカウトしたのは俺の方やろ。しかし社長、どうして俺なんかに声をかけてくれたんですか？そうやね、まあなんちゅうか勘ってやつばい。勘？うまく説明できんちゃけど、俺は自分が好きになった男しか雇わんしぎたい。鈴木さんは信用できる男や。そげん思うだけん声かけただけばい。でも初めて社長に会った時、俺はまああんま褒められた態度やなかったね。だって30年もタクシーで客を相手にしてきた俺やけん、人を見る目には自信があるとよ。この男は信用してよかって。やけんお前さんも俺をもっと頼ってほしかとよ。チコッと頼りなさそうに見えるかもしれんばって。社長、ありがとうございます。この町で社長に会えたのは本当に幸運でした。こそばかよ。んじゃ、今日は思う存分付き合ってもらうばい。はい。おお、ここばい。花緑。まずは博多名物水炊き箱や。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どげんやった。鈴木さん、口で言うたね。ええ、さすが水炊きの本場ですね。醤油だしの鍋はよく食べてたんですが、鶏のだし汁で炊いた鍋を食べたのは初めてです。そうね、そうね。お、醤油ってことはやっぱり鈴木さん関東の人なんやね。あ、いや。まあ意地悪なこと言うつもりはなかったとばって。鈴木さん結構隠し事できんちゅうか、脇が甘かとこあるけん。ま、何はともあれ口に合うてよかったばい。そしたら次は屋台で飲み直そうや。それはありがたいんですが、社長、ちょっと飲みすぎじゃないですか？大丈夫大丈夫。若か頃は上ばみち言われよったくらいやけん。上ばみ？
さあ、黙って俺についてくんねえ。おう姉ちゃん、こげん時間に一人で歩いとったら危なかばい。そうそう、危なか危なか、やけん俺たちが守っちゃばい。そげんといらんよ。そこ、通して。ダメダメ、こげん可愛か女の子にもしもんことがあったら心配やけん。だけん守ってあげちゃうよ。もちろん、お礼はしっかりしてもらうばってん。本当に大丈夫やけん。おい、貴さんだ。ああ、おっさん、今俺たちマジで忙しいっちゃけど、なんか用あっとや。貴さんだ、寄ってたかって生しよっとか。恥ずかしくなかったや。説教やったら電柱にでも向かってしとけ、おっさん。どっか行かんや。うわ、このそこまでだ。あ、なんや、貴さんもこいつの仲間ね。とりあえず財布は置いてってくれりゃ許しちゃうけん。金ば出してさっさと消えんねえ、おっさん。その2、ナンパはお前らの勝手だ、好きにしろ。だがうちの社長に手を挙げたことは落とし前つけてもらうぜ。おっさんが何倍気がどうとや。おい、ぶっ殺してやろうぜ。山笠組の人間やなさそうやし、ひょっとして別の組織の。余計な詮索はするもんじゃない。まだ痛い目に遭いてん。よかよか、鈴木さんもそれぐらいにしちゃり。あんたらもう行ってよかよ。すいませんでした。ありがとうございます、助かりました。いやいや、ほらもう帰りにしゃい。あんま遅くなると家の人が心配するばい。はい、あのそちらの方もありがとうございました。気にすんな。はい、それじゃあ。しっかし強かね、鈴木さん。ただもんやなかとは思うとったばって、腕っぷしまで強いとは恐れ入ったばい。たまたまです。ふーん、まあよかった。次の店に行こうか。博多で遊ぶって言ったらやっぱ屋台は外せんやろ。屋台で飲むのは長洲街の定番なんですよね。そうそう、長洲で飲むんやったら腹満たした後で屋台で締めの一杯飲むとが博多もんの流儀たい。そうですか。さあ、それじゃ入ろうか。しかし苦言して屋台に来ると思い出すね、鈴木さんに初めて会った時のこと。ええ、もう半年以上経ちますか。しっかしあん時は驚いたばい。鈴木さん、こん近くの屋台で地元の筋門に絡まれとった女を助けたとはよかけど、その後その連中に殴られっぱなしやったけんね。何があったんかは知らんばってん、あのまま殴られ続けとったら死んどってもおかしくなかったばい。お恥ずかしい話で。いやー、そげんこつなかよ。俺はあん時確信したと。この男は普通やない。
なんか心に秘めた強い思いがあるはずやってね。そんなことは。だけん俺は鈴木さんば助けた。そして自分の会社で働かんか誘ったとばい。信用できる男やと思うたけんね。本当に中島社長には感謝以外の言葉が見つかりません。いやえ、感謝しとうとはこっちばい。俺はあんタクシー会社をそういう自分によう似た仲間と一緒にやっていくとが夢なんよ。仲間？そう、仲間ばい。真面目に生きたか、正直に生きたか。でも過去や複雑な事情が理由でそれば諦めんなら人間もおる。俺は不器用な男たい。やけんわかる。不器用で真面目な男ほどその性格が災いして厄介ごとに巻き込まれる。そして行き場を失っていく。俺も昔良かれと思うてやったことが原因で多くの大切なもんば失うてしもうたことがあってね。でも俺は信じとう。不器用で一直線な男ほど仲間を裏切らん。何があっても信用できる関係になれるってね。そげん思うてあんたはうちの会社に誘ったとばい。俺にはあん時あんたが孤独に見えてしゃあなかった。まるで昔の自分ば見とうような気分やった。人間は一人じゃ絶対に生きていけん。生きていくには仲間が必要ばい。そうは思わんね。社長、あん会社は俺にとって生きていくために必要な、そう、家族みたいなもんだい。やけん鈴木さんもそげん堅苦しくならんで俺をいとこの一人ぐらいに思うて付き合うてよな。はい。なんか辛気臭い話になってしもうたばい。ちょっと雰囲気変えてハイボールでも飲んでみようかね。おやさん、ハイボール。あの社長。ん？鈴木さんもハイボール飲むね。いや、そこまで社長に思っていただいてたというのに。俺なあ、昔の話ね。はい。それは期間中約束のはずやろ。よかよか、今はまだ話さんでおいた方がよかよ。でも鈴木さんが何か事情があって長洲に来たとは分かっと。でもあんたほど嘘をつけん男が隠さなならんほどの事情、今はまだ心の奥にしまっておいた方がよか。一度口にしてしもうたらこの半年間かたくなに守ってきたもんが壊れてしまうかもしれんけん。まあ交通違反でもして鈴木さんが警察に捕まった時は保護者責任として根掘り葉掘り聞かせてもらうとしようかね。そうせんと俺も捕まってしまうかもしれんけんね。すみません。気にせんでよかよ。あ、でも一つだけ聞きたかことがあったって。何ですか？半年前鈴木さんが助けたあん美人、あん女の人、あれから連絡ば取ったりしとうと？あ、いや、そんなことは。もったいなか。あげん美人、長洲の町探してもそうはおらんちゅうに。そうでしたっけ？顔はよう覚えとらんばって美人やった。俺やったら助けたついでに絶対連絡先の一つくらい聞くっちゃけどな。はあ、でもまたなんでそんなこと。うん？鈴木さん知らんと自分が会社のドライバー仲間になんて言われとうか。は？いや、怒らんで聞いてほしかっちゃけど、実は。俺か？まあ四十過ぎの独身男が飲みに誘われてもいかん、風俗にもいかんとじゃそげん噂が立っても仕方ん中やろね。いや、俺は。ん？何？実は結婚しとったりすると。いや、
そうじゃないんですか。まあこれも鈴木さんが堅物すぎるけん出た噂やけんね。気が乗らんとはわかるばってん、たまには会社の仲間ともお姉ちゃんのおる店行って酒の一杯や二杯付き合ってみるともよかと思うばい。はいはい、今はいって言うたね。ええ、そうですか。よし、それやったら今から行こう。善は急げっちゅうけんね。え、社長、もういい時間です。これからもう一件というのはちょっと。いや、今行くって言うたやん。男に二言はなか。ねえ鈴木さん。あ、はあ、大丈夫大丈夫、仕送りしたりして鈴木さんが節約しとったら知っとるまい。今日は俺が全部おごるけん。一軒だけキャバクラ付き合ってよね。わかりました。タクシー仲間から聞いたと思って、このオリビエっちゅう店がよかとこらしか。この店、うん、何ね、鈴木さんこの店知っとうと。いや。2名様でいらっしゃいますか。おお、こん店でいっちゃん綺麗かお姉ちゃんばつけてほしいっちゃけど、ナンバーワンの子。それではご指名ということでよろしいですか。指名料金は別途加わりますが。お金は払わん、フリでよか。バッテン、ナンバーワンの工場頼む。お客様、すいません、お金はちゃんと私が払いますからお願いします。はあ、それでは2名様ご案内いたします。ももです。なんねえ、そげん可愛くなかやん。ナンバーワンって言ったやろもん。つれんこと言わんでよ、こげんでもうち結構締めあるっちゃけんね。どうも、まゆみです。さすがナンバーワン、すごかね。そんなことないですよ、私も年なんで。ナンバー言いよっとね。鈴木さん、よかおなごやんね。ええ、まあ。登場会がどげなもんちゅうとや。ああ、気分悪かばい。おら、新しかボトルば持ってこんか。なんや、せからしか客やね。誰ね、あれ。ああ、うち店のケツ持ち。ケツ持ちって本職の連中。うん、やけど本職って言っても山笠組系列の下っ端やけど。なしてそげん連中が飲みに来ておったね。ケツ持ちやったら自分の島で飲んだりせんちゃなかと。今日は特別らしかとよ。なんか今東京の確か同情会とかいう組織の人たちが流すに来とってね。その人たちが店に来られんよ、上に命令されて張り付いとるんやって。はあ、ようわからんばって危ない状態らしかね。なあ、もう給料日に来んでもよかろうもん。なあ鈴木さん。ええ、まあ。
やけん困っとうとよ。給料日にあげんことされたら売り上げ落ちるしさ。それにあげん酔っ払って、ほんとよか迷惑ばい。なして俺らが見張りなんかせんといかんとや。同情会のやつらなんか今すぐ福岡から追い出したらよかだけの話やろが。まあ本家も騒ぎにしたくないちゅうことやろ。なんかご無沙汰好きや。どうせそげんもん買う人って同情会連中が威張り腐りよるだけやろが。本気は何も分かっとるんちゅう。まったくばい。それに向こうの会長堂島大吾とか言うとったが、まだ36らしか。 36? 俺より年下やんか。なんかよかとこの坊ちゃんらしか。週刊実話に書いとった。やったら俺らそげんボンボンの傘下に入れられるかもしれんちゅうわけや。あーくそー、なんかやっとらんぜ。これかい、聞き聞かんな。おい、ボトルまだや。早く新しくやつは持っておんか。はい、ただいま。お客様、お待たせいたしました。遅いって、くさん。失礼いたしました。お客さん。頭んきた。俺が追い出しちゃ。社長。よかってよかって、俺に任せとって。おい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 、こらやかましかって。こげん店で飲むときゃ保管客のことも考えろ。こん酔っ払いがなんば俺たちに文句も垂れとったや。あ、下っ端がこうも安易に仇に手をかけるなんて、山笠組ってのも大した教育してねえな。なんてか、貴さん誰やこれ。なるほど、俺が誰だか知らないようだな。知るかボケ。そうか、おかげで気が楽になった。いいぞ、いつでもかかってこい。なんわけわからんことざけようとや。こっちはただでさえイライラしとっとぜ。こげんなったら思い切りうさばらしばさせてもらうけんな。死にさらせよら。ご迷惑をおかけしました。いえ、こちらこそ申し訳ございません。本当はこんなこと言っちゃいけないんですが、山笠組の人たちもお灸が据えられてよかったと思います。多分
もう二度と店で飲もうとは思わないでしょう。そうですか。ん？あれ？あの連中は？何言ってんですか。中島社長が倒したんじゃないですか。え？こんなこと？それじゃあこれで。いやーよか店やったばい。俺今度からまゆみちゃんば指名しよっかな。それじゃあ明日も仕事頼んだけんね。お疲れ。お疲れ様です。本気で来いよ。
助け！あんただよ。おい！これでも俺なりに精一杯茨の道を歩いているつもりなんですよ。四代目ただいま。もうお湯沸かしっぱなしだよ。ただいま。ああ、おかえり。